冬本番、全国的に気温の低い日が続いて、外出時の厚着やマフラーはもちろん、手袋も欠かせない時期になっています。ところで皆さんは手袋を使用する際、何と表現するでしょうか。手袋をする、はめる、つける、履くなど、地域によって差があるそうです。ウェザーニュースでは手袋を装着する時の呼び方についてアンケートを実施しました。アンケートの結果、手袋を使用することを全国ではするが 50% と最も多く、はめる 29% で2位、つけるが 14% と3位となりました。靴の印象が強い履くは 7% と全体では少数派でしたが、都道府県別で見ると北海道では 74% と圧倒的多数を占め、隣接する青森が 63%、 秋田が 20% と雪が多い地域で比率が高い印象でした。一方で比較的温暖なはずの四国の徳島、香川も39%から40%が履くと回答しており、意外な高比率を示しています。実は香川は明治時代から手袋製造が始まった産地で、現在でも日本で製造される手袋の約 90% のシェアを有するうどん県ならぬ手袋県なのです。鉄鋼とグローブでは明らかに形も目的も違いますから、日本語でグローブを表現するのに苦労したかと思います。初めてのグローブの日本語訳は、当時舶来の高級品とされた靴にちなみ、手グッズとされたと伝わっています。手にまとうとはいえ靴ですから、使うときは同じように履くと表現しました。手靴の呼び方が手袋に変わった後も、香川では履くが方言のような形で残ったのではないでしょうか。北海道では履くが 74%、 青森でも 63% と高い比率を占めています。香川からの開拓者が使った手袋を履くという言い回しが、手袋の広がりとともに北海道や青森などの人たちにも定着したのかもしれません。手袋を履くの由来について断定はできませんが、香川の職人が心を込めた手袋が北海道や青森で愛され、履くの言い回しも定着したという話はどこかロマンを感じます。寒い冬の日、暖かな手袋をしたり、はめたり、つけたり、履いたりするとき、手袋の歴史や技術などについても思いを巡らしてみてはいかがでしょうか。お天気アプリウェザーニュースでもこちらのニュース記事確認することができます。ぜひご確認ください。